ずっと回ってみようと思います。じゃあ行ってきます。柳さんの作品があります。名前忘れた。ここがまたあれですね、知り上がりさんの作品があって、ここが香港とロサンゼルス、武者なんだよね。ここね、ニコラ・デ・マリア、田中敦子、金山明ですけど、ムカガさんのところですね。ムカガさんのところ見えない。それからここが水間さんのところですね。水野さんとかね、水間さんがいます。で、ここにさあ、ここから行きます。きよしアートスペースで、ここがタロナスですね。ナスさんのところですね。ちょっとなんですけど、ここが、あ、榎本くんだ、これ。榎本くんの作品がありますね。相変わらずぶっ飛んでますね。それで、ギャラリーターゲットで、ここが、鳩の森アート。滝さんのところで、塩立春とかね。ここはルートギャラリーさんで、ね、ここが玉栄さん。で、ここが真帆久保田さん、ジュリアン OP とかがあって、ここがギャラリーイリウムさんですね。この作品。ここが、スカイ、集合アーツ、集合さんのとこですね。小林雅人さんとか、大きな、あれ誰だろうね。森村さんとかがあって、ここが鳴山さんで、これリン、あ、どうでしょう。で、ウェイティングルームの高さが、高さのそこにいますけど、絵が変わったね。ここが小山富夫さんとこですね。こんな感じですかね。日動コンテンポラリーで、ここが安藤ギャラリーで、ギャラリーインカーブで、ここが東京ガローさんですね。ここがみんなのギャラリーって書いてありますし、ここがアダミラ韓国ですね。で、結構綺麗に撮れるね。こんな感じです。少し素敵ですね。まあ、ここはこう抜けて、さっき通ったとこですよね、ここね。ケンジさんとこと、混んでますね、すっごく。密です、密。密、密。マキ、マキアート。じゃない、マキ、マキギャラリー。で、一回りして、次は、こっちから行きましょうか。ここから行きましょうか。ゆかさんとゆかつるのギャラリーから、加藤東九郎さんですね。それで、
ギャラリー、ハタ、キョーライ、ちょっとこれ、ルーシーリーがあるんだ。こっち行こうかな。僕は取っちゃいけないからね、こっちが向いててね。滝屋美術、ギャラリーリン、で、ここが工作兼近で、サテライトアートラボ、高橋、気に入ったのさ、確かパーカーとか残ってて、サンケード、レイチュル、パティアサマン、シューボード、サイトの塩、名古屋ギャラリー、元寺ファインアート、春道、田島集合。ここも絵が変わりましたね。ワックスフロワーク、鈴木アート、ティーギャラリー、春英、Y.O.D. こんなギャラリー高中魚黒田東園林たけし、ここは柳瀬画廊で、ここがアートコレクション中の、ここは誰だ、ここいつも混んでるよね。はい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 、一回りしました。あとはこのメインのとこですね。こっち見な、見たでしょ、見たでしょ。で、ここさっき通ったよね。女の子が泣いてます。怖いよね。あ、原口のりゆきさんの展示がありますね。ちょっと行ってみようかな。これそうだよね、原口さんですね。真っ白。よく見えないかもしれない。これとかもね、原口のりゆきさん。話聞きたいな、この人の。ルート系コンテンポラリー。誰がいるんだ？誰もいないぞ、ルート系。すごいね。はい、ありがとうございます。あ、大丈夫です。あ、やっぱいただきます、すいません。ありがとうございます。あれ、これ原口のりゆきさんですか？あの、亡くなられてたんですよね、去年。はい、これが最後の。あ、そうなんですね。あの、小林さんの作ったの見ました。あ、映画、映像。ああ、すごいいいですね。これですか？あ、これかな？いや、違います、違います。もっと元、もっと亡くなる前の、3日前のやつ。はい、そうです、そうです。あ、素晴らしかったです。私、あれ、体験してないです。あ、そうなんですか？そうなんです。Spotify だって、Vimeo の1500円くらい。そうですよね。はい。ねえ。ねえ。でも、そう。あの、ここでそれ見せられたらよかったんですけど、ちょっとこれは、あの、その、もうちょっと前の。ですよね、若いから。え、そうなんですか？そう。あ、一気にガーッと？そうです、そうです、そうです。なんか、私たちもびっくりして。そうなんですね。これが、撮ったのが、だから3月の。あ、そうなんですか？
え、でも東北の町まで行って、いや、これはうちのギャラリーで、うん、やった時なんですよ。ルートケコンテンポラリーって、うん、まあ、京橋の鹿島美術が現代美術を始めた。あ、そうなんですね。で、それの、まあ神楽坂にある、まあ、現代美術の、はい、ギャラリーなんですけど、そこのオープニングが去年の春だったんです。そうなったんです。で、それが原口さんだったんですよ。で、そうなので、これが設営が終わって、すごい、原口さん僕大好きなんで、なかなかこんな展覧会がやられてとは気がつきませんでした。びっくりです。ここを通っていきますか。藤田さん、木村中太さんですね。木村中太さんだ、それ。ありがとうございます。現存ですか？いやいや、もうなくなって37年か、はい、37年。素晴らしいですね。僕初めて見ました。藤田嗣治の残したアトリエを譲り受け、はい、ですね。こっち側も一応回しときますね。はい。ここから通れないんですよね。だから一回出まーす。相変わらず、有楽町の国際フォーラムは綺麗ですね。こう、上も見ましたね。というわけで、ここから入っていきまーす。これなんだっけ？オークションで見たな。なんだっけな、この人。ちょっと、入るのは、勇気がいりますね。なので、入れません。ここが、資生堂ギャラリーで、ここはなんか、ギャラリーコモンさんですね。で、アートフロントギャラリーだから、誰だ？川又正の作品がちょっとあったりですとかね。ここはギャラリー UG。ここがギャラリーモンマ。ギャラリーモンマですね。これで全部回ったかな。さっき久保田さんが言ってたのはどこだっけ。あ、これか。宮崎進。ここが気になっていた。すごいね。これが久保田さんが気になっていた宮崎進。立体もあって。うん、いいね、これ。裁縫道ギャラリーね。じゃあ、これでおしまい。なんで引き返します。で、さっきここを通ったので、こうして通ったよね。通った後、ここ左行ったので、ここ右行きます。そういうわけで、もうちょっと下かな。村越ギャロー、ヘイス、ギャリーソー、スーチ、倉又四郎は時の忘れ物。はい、あ、いいね、これ。こんな作品作ってんだ。ねえ。ここが雪の水谷さんの横田段位の、あ、
ここがあれですよ、トールマンコレクションといって篠田とこの作品があります。ね、でもちょっと怖いね。ここはなんだ、わかりにくいんですけど、タクソメタニギャロン、ね、はい、でこれでいっぱいです。これで取り、はい、こういうふうに取りすぎました。あとあの上にプロジェクトスペースがあるんで、そこに行きましょう。ここ出まーす。一回止めましょうかね。喉が渇いたので、このここの自動販売機でジュースを買いました。プロジェクトスペースここはね、デパートの場所だっていう話を聞きましたけど、香川県漆芸研究所、これは早乙女なんとか、はい、で金沢、金沢 TH ギャラリー富山ですね。まあ、工芸の世界ですかね。ポーラミュージアムアネックスですね。加陽子木村ですね。はい、ここ抜けます。人多いですね。ジュエリー作品で、ここはもう少し寄らなきゃいけないんですかね。ごめんなさい。あ、これでおしまい。こんな感じです。はい、抜けます。じゃあこのプロジェクトスペースの方に入っていきます。そごうのスペースがあって、その後ここもそごうか、それで刺さりそうだ。ウォーターアイウォーターさんがあって、ワナさんがあって、こっちがドライセラ、たかし、ソメミヤ、ありがて抜けます。はい、そしたらここに誰だ、秀幸高野、ギャラリーとも。で、次年ギャラリーがあって、リーサヤというのがあって、その隣がギャラリー TK2、反対が森メイ、森メイ、エキシビション。結構、忙しいですね。で、ここがクリアギャラリー東京で、ここが長寿コンテンポラリーアート、でここが袴田さんとこで、ここが幸喜さんとこですね。で、ここを抜けると松下萌子さんと
で、おしまい。お疲れ様でした。これが2021年アートフェア東京でした。じゃあ皆さん、お疲れ様でした。では、これにて、さよなら。